チーム名と選手の名前をお願いします。徳島ヤンバルスジュニアユースの武田彩斗です。大会の意気込みをお願いします。自分たちは4年ぶりの出場でベスト8以上を目標としています。自分たちの特徴は前線からのプレスやサイドからの攻撃、厚みのある攻撃を特徴としています。このような状況の中でも大会を開催できることに感謝して全力で戦いたいと思います。